はい、こんにちは、カパパです。はい、ここはですね、浅間山の東側、峰の茶屋の駐車スペースです。今日は目の前の山、古浅間山を登ります。それではですね、ルートマップです。峰の茶屋駐車場から出発します。東大火山観測所の脇を通って最初の分岐へ向かいます。分岐を右、直通路で山頂方面へショートカットします。その先、緩斜面を登りきれば古浅間山山頂です。それでは行ってみましょう。このね、古浅間山登るのは、今回で2回目なんですけど、前回もね、12月の終わり頃来たんですよ。去年ね。で、その時はね、この登山道、雪一つ積もってなかったんですよね。だけど、年末のね、クリスマス寒波で、こんだけ積もってます。どれぐらいあるだろうね。ちょっと。もうね、30センチかそこらは多分積もってると思うんですけど、山頂に行くに従ってまた積雪も変わってくると思いますが、去年行ってね、分かったんだけど、古浅間山の山頂って風が強すぎて雪が吹き飛ばされちゃうんで、山頂だけ雪がないんですよね。ザビエルみたいなことになっちゃってるんですけど、それはナスも一緒ですけどね、風が強いところはみんなそういう風になっちゃいます。さあ、古浅間山の山頂からどんな浅間山が見れるか、今日はすごい楽しみです。いや、今日さ、古浅間山楽しみだね。レッツゴー。登り始めのところは積雪よく分からなかったんですけど、これ登山道だとね、やっぱり25から30ぐらいある感じですね。先にね、これトレースがついてるんですよ。そう、結構ね、先までトレースついてるんで、本当にありがたいですよね、先人は。ですので、今日のね、雪の状態だったら、和感もいらないですね。今ね、僕チェーンアイゼンで登ってますけど、こう浅間山最後ね、ちょっと急登というか割と強めの斜面があるんですけど、そこも多分ね、これぐらいの雪質だったら、チェーンスパで行けちゃうと思います。凍結するとまた別ですけどね。はい、今回のね、撮影は、諸事情でこの iPhone14、ね、14の Pro で撮ってます。普通のね、動画モードで撮ってるんですけど、どんな感じで映ってくるか、アウトプットがね、今回楽しみです。ここはね、近道なんですよ。夏道もね、ここで確か近道がありました。前回はここ通ってないんで、じゃあ今日はね、ちょっとここ急だけど登ってきたいと思います。
ぐらいがねちょうどいいですね。照り返し半端じゃないんで。はい、小浅間の山頂の立て札です。あの丘が山頂なんですよ。さあ行ってみましょう。小浅間山の山頂ってとんがってるわけじゃなくて、こんな風なおわん型になってるんですけど、その分ね非常に見晴らしがいいです。はい、ちょうど真西には浅間山ですね。ちょうど山頂の前掛け山あたりがガスっちゃってます。こっちがですね、南国ですね。あまりは僕詳しくないんだけど、多分あの辺小物あたりかな、そうするとまあバックがね八ヶ岳ってことになりますけど、でこっちが軽井沢町の方ですね。一応ね、地図上だとあそこら辺なんですよね、三角点。見た通りね、一切トレースついてないんで、来た人は三角点無視して行っちゃってますね。あった。埋まっちゃった。ここですね。はい、はい、基準点を大切にね。はい、はい、ポン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 。浅間山ずっと見てられる。優勝だね。優勝じゃね、先ほどね三角点を掘り出したんで。はい、はい、目の前はね浅間山です。でかいね。やっぱスケールがねこれでかすぎるよ。南関東の人はね、やっぱ富士山なんかが、一つのね、目印になったり、見えるとすっきりしたりすると思いますけど、やっぱりね北関東の、栃木群馬あたりだと、冬白く輝く山って言ったらね、やっぱりまず第一に浅間山なんで、いや素晴らしいですね。一言で言うとしても痺れちゃいますね、もう本当に。じゃあもっとねいい景色が拝める西方に向かいます。じゃ行ってみましょう。おお、ズボリながら歩いてます。トレースがねえんじゃねこれ。まで埋まりながら来ましたよ。いやー去年とね比べ物にならないよこの雪の量。はい、来ました浅間山。
すごい頂上まで見えてるね。はい、ここがね、はい、2回目となる小浅間山の西方ですね。西の山です。カモも来た。よく埋まりながら来たね。いやね、今浅間の西方でちょっとくつろいじゃってるんですけど、あのね、かなりね雪が深いのと時折半端じゃない風が来るんで、ちょっとここでね去年みたいに鍋やんのはよして、下に降りて鍋やりたいと思います。はい、こっちはね、トレースないんだけど、あ、一応あるか、歩いた跡が、ね、ほとんど見当たらないんですけど、よし、じゃあ下りはね、ここ下りたいと思います。あ、トレースあるんだけど埋まっちゃってんだ。はいはい、おマジかよ。抜けねえ。やばいことになって。はい、行きはねこうぐーっと登ってたんですけど、大きく回ってこっちの西方まで来ました。下りはね西方から、この看板まで、2分半ぐらいですねめっちゃくちゃ早かった。さーて、どっかでね鍋でも食べようか。うま、うん、マジうま、うん、マジうま、最高です。美味しいっすか。美味しいっす。浅間をバックにいいね、うん、いやできたかな。おうん、うめえ、めっちゃくちゃうめえ。美味しかったね、ちゃんぽん。はい、というわけでございまして、小浅間山ね、予想に反してね、もうかなり雪があって、まあ、去年のね、小浅間山とはまた一味違う、山をね、味わいました。浅間山もね、山頂までよく見えて、今日本当来てよかったと思います。というわけでございまして、今回もね、ご視聴ありがとうございました。カッパパでした。